まあ、そういったオリジナル技もある程度、できてきたという時は、もっと、技を組み合わせるというのをぜひ考えていただければなというふうに思います。で、自分が、2009年の世界大会で開かれてたときは、自分なりに編み出した、足打ちっていうのがあって、ほとんどそれだけでずっとトーナメント勝っていました。で、その足打ちっていうのはちょっとわかりにくいんですけど、普通の足打ちはこういう軌道なんですけど、自分の足打ちはこういう軌道あんまりわかんないかもしれないんですけど、やってることとしては、普通の足打ちは、軌道がバレバレなんですけど読まれちゃうんですけども、ギリギリまで、上体への攻撃っていうのを意識させる、体の動きで最後に足に持っていくっていう足打ちをやってました。で、これが元となっているのは、こういう上体を倒さない崩した大手足なんですけども、これの大手足の弱点というのは距離が全然伸びないことがあったんです。で、その距離を、詰めるためにもう一個2ステップという作品が、まあ、相手に詰めるという方法を使って、その2ステップの足打ちとさっき崩した大手足を合わせると、こういう、独特の自分だけの、技っていうのができてきます。で、こういうなんか自分だけでまだあんまり誰も使ってない技っていうのを開発できると、すごいその技だけで張れたりするんで、まあ、自分が好きな面打ちでも小手打ちでも何でもいいんですけど、それを、どうアレンジしていって、なんか自分だけのオリジナル技にしていくかっていうのを、考えていただければなと思います。ざっとこんな感じなんですけど。